皆様、明けましておめでとうございます。うどん、プラスミナンバー芸人の大野孝です。よろしくお願いします。ワヤネちゃんです。よろしくお願いします。集中、ありがとうございます。プロスピナンバーワン芸人でもあり、ダルビッシュ芸人でもありますので、題して、今日の動画題して、ワールドスター、ダルビッシュ登場、このダルビッシュ取らなあかんやろスペシャルです。まあね、この後ちょっとワールドスターの方行きますけども、写真がめちゃめちゃかっこいいダルさんなんですよね。この写真はめっちゃ欲しいなって思っちゃいました。早速見に行きましょう。はい、というね、ワールドスター3人来ましたね。まあね、本当はもう昨日ね、多分皆さん動画いっぱい出してみると思うんですよ、ワールドスターの。なので、能力とかはもうほぼほぼ、もうさっと見るだけ。ね。で、ガチャ動画に行きたいと思っております。はい、まあ3人出てきますね。ダルビッシュさん、藤波慎太郎さん、山本由伸さんということでね、まあ本当すごいですよね。一人ずつ見ていきましょう。まずね、このダルビッシュさんでございます。この写真、むちゃかっこよくない？これ背景がやばいんだよね、これ。マジで。今年のワールドスターガチかっこいいですね。多分僕が2020年からワールドスターのね、てかプロスピやってるんですけど、多分一番かっこいいですかね、今年は。はい。で、ダルビッシュさんの写真がこれもかっこいいと。まあね、能力もね、まあ強いよ。普通に強いんだけど、他2人に比べればリアタイム向きではないって感じがしちゃいますよね。ただまあ普通に強いですと。で、藤浪晋太郎さんですね。まあまあまあ言わずもがな、大会最強投手。てると、まあ、間違いないから、間違いない投手かなっていう感じがします。やっぱめっちゃ強いですね、藤浪くんは。はい。で、山本由伸さん。まあ、山本由伸さん4700で、まあ、このね、スプリットフォークでしょ？なおかつ、超奪三振賞、キレ大器を出したってことで、もうこれね、めっちゃ強いです。はい。まあまあまあ、ほんとね、全部当たりなんですよ、これ。まあ、引かないわけにはいかないなっていう感じがしてます。ただ、まあ、リアタイ的に言うと、多分一番、使えるのは藤浪くんで、まあ、ほんと、由伸さんも同じぐらい強い。で、ダルビッシュさんが一番多分下ぐらいだと思うんですよ。まあね、それがおかしいんですけどね。黒木さん、どうして？ワールドスターのダルビッシュさんなんでツーシームないの？おかしいでしょ。ツーシームバンバン投げてたでしょ、というね。なんだけども、まあ、このダルビッシュさんが多分リアタイで一番弱いと思うんだけども、僕はね、やっぱ愛なんですよ、と。やっぱダルビッシュしか見えてない。もう、藤浪くんいらない。山本由伸もいらない。ダルビッシュです。ということでね、今から、ガチャ引いていきたいと思います。ダルビッシュ獲得したら即やめようかななんて思ってます。よろしくお願いします。エナジーもやっぱ節約したいんでね。昨日、まだ見てない方、見てほしいんだけど、西武純正のパープル福袋で大爆死してるからね。なので今日はね、神引きしたいと思います。さあ行こうか。まあ、購入3回目でエース1人確定なんですよね。そう。で、ワールドスター1人、60連で1人確定なんで、ここまではまあ通常通りなんですよ。ただ今回は3人なんで、90連目もありますよって話ですよね。そう、90連目で、まあ1人確定ですよってことですね。まあ、ちょっと僕的には60連目までで打ち抜きたいなと思ってます。よろしくお願いします。ダルビッシュさんが出たら、終了しようかなと思ってます。よろしくお願いします。A ランクも欲しいよと。さあ、まず、どう？で、自チーム2チャームなんですよ、僕。なので、自チーム演出来たら、ほぼほぼダルさんかなっていう感じしてます。はい。これでダルさんじゃなかったら発狂もん。さあ、10連目ですね。まあ、これは誰か。まあ、ここはダルビッシュさんの A ランク、もしくは藤浪くんの A ランクを回収していく作業ですね。はい。いっちゃいます。ちゃいます。全然ちゃいますよ。はい。ちゃいます。全然ちゃいますよって話ですよね。間違いないよ。ちゃうよって話ですよね。ちゃいます。A ランク 20% か。まあもうしゃーねえな。20% はそんな出ないよな。まあ 20% でも打ち抜く覚悟。A ランクのダルさん、あと3枚欲しいし、藤浪くんも2枚欲しいぐらいの感じなんで。ちょっとここはマジで欲しいですね。A ランクがさっきみたいに 4人出てきたんだったら1人ぐらい当たってよって話でしょ。ダルさんか藤浪くんでいいんだから。吉野さんは極みで持ってるんで。ダルさんはもう俺4体持ちしてるんで。まあ正直 A ランクはずっと欲しいですよってね。最後まあ逆に A ランク出るものになったら急に。どういうこと？俺が言い過ぎたかな？言っちゃったからかな？ちゃいます？さあもう30連でございます。早いね。まあ30連1人確定なんで、ここ 30% でダルさん後ろ行きたいですね。はい。2チャム、自治名室。これで自治名してきたら、もうほぼダルです。ほぼダル。セレダル死んだらほぼダルです。今回。さあ、どうだと。ここで自治名してきたらおもろいぞと。どうだということでございます。集中。さあ、ここで。いや、来ないなぁ。パシャパシャ、パシャパシャ、パシャパシャ、カオ。
これはもうそもそもワールドスターも外したくさいっすよ大丈夫かな。いやちゃいます、 A ランク全然出ないじゃんワールドスター、どういうこと。さあ3年目、ここでダルさん打ちに来たらもう神ですね、神引きです、お願いします。いや高橋光成さんは別のアカウントやろ。さあ40年目ですね、もう西武純正のアカウントであれだけ欲しかった高橋光成がここで出るというね、非常に辛いでございますということですね。さあここ40年目なんかさ、なんて言うんだろう、ちょっとさあこのなんか普通のところ、確定なしのところで打ち抜きたいよね。全然出ないじゃないです、まあ、30% でワールドスターなんで、まあちょいちょい厳しいかなとか。もうこれもう俺泣いちゃうよ本当、昨日から爆死続きやん、なんだこれ、もうプロスピードガチャ引きたくねえよ本当に、頼むよ集中いいねレッツゴー。さあ40年目ダルさん、あーよっ、いやちゃう。さあ50年目ですね、もう息を吐くようにもうエナジーがなくなっていくと、あーすごいですねとまあまあええよと。さあ50年目ここでね一人ぐらい打ちに来たいな、ダルさんか藤波くんか山本由伸、みんな当たりなんですけど、ただやっぱダルさんが欲しいんだよな俺。いや吉、確定外から一回もエス来てないっす、なんじゃこりゃ、終わって、ランク、あーちゃう、ダルさんか藤波くんのエランクも欲しいよ、お願いしますお願いします、ちゃう。はい、ということでもう60連目来ました早っ、60連目ここ一人確定なんで、ダルさん打ちに行きたいですね、マジで打ちに行きたい、ダルさん頼むよ、自治名室来い、これ自治名室でしょ、間違いないでしょ、間違いないよねこれ、自チーム来た、愛だな愛だなこりゃ、 I love Darvish I love you Darvish you I love you Darvish you ありがとうございます、 Let's go。 さあ引いたかな、引いたねこれ、どうだ、2枚引き、マジっすか、2枚リスったこれ完全に。60年目この男でお別れです、キャメーンレッツゴーバモー、 I love you ダルビッシュ you ありがとうございました。